まあ、弁護士立てて代理人立ててさ、まあ、もう激高するわけよ。揉めたんすか？揉めまくりで。皆さんどうも、不動産人の小林大輔です。小林さん、はいよ。小林さんは、不動産投資、うん、楽勝イージーモードって言うじゃないですか。やめとけって言ってるけどね。経営者として参画できて、はい、軍資金ある方なら楽勝イージーモードかな。ちょっと物申していいですか？どうぞ。トラブルめっちゃありません？めちゃくちゃあるよ。でもイージーモードなんすか？あのね、そこは対処ができるんだよ、実は。あー、まあ、そういう対策があるっていうこと。そう、あのね、極論、その対処をきっちり分かっていれば、そんなにね、難しいものではない。施工トラブルめちゃくちゃ聞きますよ、ね、新築なんかだと本当何億円のトラブルとかさ、結構 YouTube に上がってたりするけどさ、はい、当然これは中古物件でも数千万単位、場合によってはもう5000万、6000万っていうのはまあ実はさらに。小林さんの過去になんかそういった方がいらっしゃったんです、トラブルで。出すぎて買っちゃいけない物件を買っちゃってたっていう話。どういう物件なんですか？簡単に言うと長崎利回り 15% みたいな。利回り 15%なんだけど、まあ、あの買った時もほぼ全額みたいな感じでさ、それをいわゆる再生案件っていうんだけど、はい、空室が多い物件を要は最小品化して客付けして氷前で回すっていうのを再生案件っていうんだよ。はあ、なんかそれを買っちゃったっていうところですか？それをまあ手掛けようとされたっていうね、うちの会社の会員さんがね。なんかそういうトラブルってやっぱあると思うんですけど、うん、なんか結論何に気をつけておけばいいんですか？やっちゃいけない物件を事前に把握してそれに手を出さないってことが一番大事だよ。やっぱそういうの知らないと最悪、うん、なんかどういうことに？最悪破綻します。その利回り 15% の方も、あのそれを破綻をしないように頑張ってます。でもなんかメンタル的にはやられちゃってたって。まあね、ちょっとやっぱりさすがにね、ご本人もさ、うん、一生懸命励ましながらやってれば。ただそういうトラブルとかってなかなか素人だとやっぱ利回り 15% って言われたら美味しいって思っちゃうんですよね。どうしたらいいですかね？基本的に地方の小利回りはやめとけって言っていいよね。どうですかね？そうよ、わかりました。じゃあぜひちょっと施工トラブルについてちょっと教えていただきたいです。 OK、はい、じゃあね、施工のトラブルでとんでもない、損失を被った事例を徹底解説していきます。まずなんですけど、冒頭にあった利回り 15% の案件、ちょっと詳しく教えていただきたいです。この案件はね、俺のセミナーに来ていただいてさ、その方が持ってた物件なんだけど、はい、それこそ長崎にあってさ、その方はさ、いくつか持ってらしたわけよ。運用歴っていうのがあったからさ、はい、新たな境地としていわゆる再生案件っていうものに手を出そうとしたんだよね。それがまあ長崎にあって利回り 15%、うんうんうん、まあそんな話で、一番ダメなポイントって何かっていうとさ、見ずに買った。見てないんすか？見てないらしい。え、なんでですか？あのね、不動産業者の営業が、利回り 15% だったら美味しいってみんな思うわけ。ああ。利回り 15% がゴミだっていうことを知らない人はみんな美味しいと思うじゃん。はい、そうですね。もう、次のお客さんついちゃいますよって煽られたら、買いますってなっちゃう。確かに、煽られたらちょっと買えちゃうかもしれない。煽られたら秒で売れるんで、はい。で、まあ買っちゃったわけです。はい。で、何が問題かっていうと、長崎ってさ、街がちょっと特殊でして、はい、山とかさ、道路が狭いさ、階段とかのね、の街として、うん、自転車もさ、入れないところでいっぱいあるわけ、はい、でそういったところでも普通だったらさ再建地が不可なんだけど、やっぱり長崎だけはそういう街並みとして特例で建築ができたりするから、はい、普通にさ新築が建ってたりとかさ、普通に古家が建て替わったり、そういう意味で5、6建てをさ推奨している人たちなんかは長崎狙い目って言って、いろんな投資家が参入しているエリアではあるんだよ。なるほど、うん、じゃあいいじゃないですかと思うじゃん、はい、何が問題かっていうとね、見ずに買った再生案件、まあすごい安かった、はい、1500万なんだよね。利回り 15% が1500万。そう、はい、めっちゃいいじゃん、まあ、そう1500万だったらなんとかあったと思う、はい、なります。でなんだけど、その物件にアクセスするまでがですね、階段で自転車とかバイクがさ降り入れることができないんだよ。駐輪場を作ったとて駐輪場までたどり着けない。何が問題かというと、はい、そもそもバス便でかつまあまあ物件まで距離がある、本当にこんなとこよく建てたねっていうところに立ってるわけさ、まあ、満室にできるだろうと思って、その方は中にさ家具つけたりさ、まあ、軽くリフォームをして壁紙変えたりするだけで、まあ、生活保護の方さ、いわゆる老人の層を狙って小山に回そうと思って買われたんだが、残念ながらですね、駐輪場外交機能がないようなところっていうのは誰も住まないんです、はい、しかも山の上に立ってるからさ、確かにそこに行くまでもまあまああるから移動手段がないっすね。そうだよ、確かに。そもそもだから客付けの施策が明確にない中で利回りが高いから買ったっていう状態だったんだよ。さらに擁壁物件だった。
擁壁物件。擁壁物件って何かっていうと、切り立ったさ、道路の横にさ、コンクリートでさ、はい、石垣みたいにしてあるじゃん。ありますね。擁壁っていうんだけど、なるほど。擁壁の固めた上に起こってアパートが乗った。なるほど。で、実はこの擁壁物件って、いわゆる地方じゃなくても、例えば横浜とかさ、みんなが知ってる横浜ってみなとみらいとかなんだけど、はい、実際には上大岡とかさ、山谷みたいになってるんだよ。擁壁物件結構ある。特段その長崎だけじゃなくて、全国各地その擁壁っていう物件いっぱいあるんだけど、はい、擁壁も当然土地数にカウントされるからさ、一見割安に見えるんだよ。めっちゃ土地で平日高いじゃんってなるわけ。それ確かに紙で見たらそうなりますよ。そうでしょ。なんだけど、この擁壁はめちゃくちゃクセもんで、はい、絶対手出しちゃいけないんだけど、はい、この擁壁っていうのはさ、造成にめちゃくちゃ金がかかるわけ。例えば、坪単価5万円の土地があります。はい、5万だと思って、安いと思うんですよ。擁壁を作るのに250万かかったら、坪単価255でしょ。そうですね。世田谷買えるから。っていう話なんですよ。なるほど。なので、はい、悪いけど、擁壁物件は絶対買っちゃダメなの。ちなみに、どのぐらいの損失になったそこまで。結論から言うと、5000万の損失で収めたって感じだ。もっと出てたかもしれない。なるほど。5000万以外にも部屋が埋まらないことで。まあもちろん、それを考えしたらもっとやばい。全部でも取れるとどのぐらい。いや、もう1億超えんじゃん。そこからさらに悲惨な不運があってさ、100年に1回の大きな台風でさ、土砂崩れしちゃう。マジっすか。で、陰地に土砂が行って、まあ人が知らなかったからよかったんだけど、はい、当然隣の人怒るわな。どけろと。で、このオーナーさんやっぱりいい人だから、はい、すいませんって言うんだけど、で、うちってさ、俺だけじゃなくて優秀なコンサルタントがいっぱいいて、はい、そのもう一人が、あの、財閥系の不動産会社にいて、はい、民法上さ、そういう天変地異で何かあった時に、全部こっちが負担するっていう義務はないって知ってたの。だから俺すぐにうちの会員さんのね、有楽町の法律事務所の有名な弁護士さん、その先生に相談したら、要はその確かに撤去するっていうことは、道義上やってもいいと。だけどこれ、100年に1回の台風だろ。100年に1回の台風で、これは本来、全部が全部、こちら側で持つ必要はない。費用負担の割合は、話し合いの余地があるって、それは思いますね、先生に話して。はい、なるほど。だって、無風呂からしたら土砂崩れる。確かに。あげろってさ、言ってんのに、はい、で、オーナーさん、すいません、すぐにやりますなんて言ってんだけど、はい、民法上そうだってことだから、まあ、弁護士だ。で、誰に立てるんですか。もう激高するわけ。揉めたんですか。揉めまくりだよ。もうね、優しいから、小野さん。ギャンギャン言われたら、はい、わかりました、そうやりましたってなっちゃうから、はい、とりあえず一発間に代理人立てないと、とにかく立てが必要だったんです。政治の判断できないから。はい。で、まあ、とりあえず立てて、まあ、いわゆる係争ですよね、カーテン。まあ、結論から言うと、これ実はまだ係争が終わってないのかな。この臨時の対しての係争は、向こうも当然弁護士立ってくるんだけど、はい、これって、あの、うちのね、担当のコンサルタント、財閥系の元不動産会社にいた10年近くの生徒なんだけど、はい、彼がさっき言ったように民法の話もそうだし、契約書見たら俺の会社に売った契約が良くない、その宅建業者に訴えられますよっていう知恵があった。だからそれもやって合わせて係争してる。なるほど。めっちゃややこしいでしょ。超ややこしいですね。で、だけど、それ、係争当然まだ終わってないし、そこの部分の賠償も当然まだ確定もしてないから、そのオーナーさんは、物件をさ、まずはその、復旧したいわけよ。土砂が崩れてるからさ、建物こんななっちゃうじゃん。厳密に言うと、まずやんなきゃいけないのはこの土砂の復旧です。これがね、いわゆるそれ災害時っていうのは、はい、悪いけど、それができる工事業者はですね、観光庁の仕事に全て借り出されますから、はい、民間の仕事なんてやってこんでね。やってくれって言ったら、もう通常の3倍ぐらいの金額しかやってくんないよ。で、保険寄付って思うじゃん。はい。損害保険ね、当然かけてましたよ。なんだけど、保険会社に言ったら、建物に対しての損害保険だからさ、地面に対してなんてないわ。もういじめないでください、もう。そう、だからそこも全部出ないってことが分かってさ、もういじめない。窮地の中の窮地なわけよ。超きついっすね。で、まあその状況下で、まあこれ、その3000万ぐらいかかる擁壁のさ、コスト、結局1500万ぐらいやってくれる業者が見つかったの。それで、なんとか擁壁を復旧して、で今度上に残ってんのはさ、簡単にそれ鉄骨造の物件だったんだけど、まあ結構雨ざらしでさ、外壁にひび入ったりさ、コンクリートとかもやってるから、はい、もう水がいっぱい入って、朽ち果ててきたわけよ。なので、擁壁の復旧に3000万と5000万で抑えた、はい。今度、もう上もさ、中外全部やんなきゃいけない。でそこも確かに2000万くらいかけてやる。2000万中外で結構いきますね。でさらに階段とかもさ、鉄骨が朽ちて錆びててさ、まあだからそこもちゃんとやるしかない、はい、そこも金かけてやった。危ないっすもんね。いやそうなんだ。それもやっぱり1000万かな、忘れちゃうかかって、はい、でさらに一番軽の事故ですよ。まだあるんすか。だってさ、駐輪場が圧縮できる。確かに。どれだけ金かけたとこで要は着付けできないんですよ。
駐輪場、バイク置き場がないと難しい。きついっすね。で、俺まあ現地見てね、階段を全部削っちゃダメなんだけど、はい、階段の3分の1ぐらいを外って片枠でもう一回固め直したらスロープにできるから、確かに押して入れない。確かに、いけますね。あっていうのをまあ俺が思いついて、はい、それをやるためにはその道路が誰が持ってるかっていうのを調べるところからなわけない。なるほど。でまあそれを調べて結局分かったのが、まあ隣地の持ち主に対して、うん、オーナーさんにこうやって言いなさいって言って保証に行って、うまく合意が取れて、取れたんすね。そこは削って自転車塗り入れられますよ、客付けができる準備になって、やっと中外やったって感じ。じゃあもうほんと客付け前提で考えないと大損なんすね。というより、はい、まず見たら絶対買ってないから。確かに建物がさ、やばいボロボロじゃん。だしもう一回自分も氷回り騙されるなっていう話だよ。で5年ぐらいかかってて、はい、まあ、ようやくその中外が綺麗に上がって、うん、まあ、客付けするっていう今フェーズになったんだよね、はい、だから、まあ、何が問題かっていうと、そもそも1500万で 15% 回るなんていうのは全くの嘘で、うん、仮にその擁壁1500万なんてさ、はい、なかったとしてももう2000かかってるじゃん。確かに。さらにそのね、通路のさ造成だって100万ぐらいかかってるわけよ、大体に言うとさ、だからそれ考えたら、その1500万とその3000万ぐらい足したら4500万だから、世田谷でよくないっていう話なんだよ。要は完全に人がやることだから、例えばここ長崎道のりも悪くてさ、はい、道路付けがね階段じゃんってことは、材料も全部ね手積み手下ろし、うわきついっすね。やばいでしょ。超きついっすね。いやそうなんだ。ってことは当然割高になるわけですよ、はい、当然いろんなとこ探してやっぱ吹っかけてくるとこいっぱいあったから、そんなんさ死んだものに安く出さないから、はい、でまあ現地で話してなんとか関係性作って、うん、頼みますわって言って、まあしゃあないですねみたいなね、もう会員さんにもね、はい、行くたびに菓子折り持って、うん、ありがとうございますちゃんと言って、まあ、余震でできる業者を作ったんで、まあそれでなんとか収まったっていうのがあるんだけど、まだ売れてない。だからその今の経済的損失もそうだし、家族もいらっしゃるしさ、お子さんもいらっしゃるわけで、その貴重な時間をまるまる損失として計量したら1億以上だね。きついっすね。精神的にもきますもんね。いやほんとね、だから極論俺たちはできることは全部やってきたし、俺だけじゃなくて、うん、俺のねコンサルタントとして動いてくれてるメンバーがいるから、はい、彼らも現地長崎に一緒に行ってさ、いろんな形でサポートして今あるんだよね。とにかくだやべえのは地方小売回り、今まで 15% 出ましたには何かあるって話だし、そもそもそこに5000万かけるんだったら世田谷でよくない。確かに。だから再生案件なんか容易手出しちゃダメなんだよ。ちょっとどうしたらいいんですか。ここでね、トラブルを未然に防ぐためのポイントがあるんだよ。知りたかったです、それ。3つあります。はい。1つ目、雪道が狭い物件は絶対買わない。どういうことですか？あのね、今回なんかはさ、長崎だからっていうのもあるんだけど、はい、こう長崎以外でも、雪道って、畑さ落ち、路地上敷地って言ってさ、2メーターの雪道でこう、ひょろってなるって奥に広くなったやつあるでしょ。あれはね、買っていいのは、本当の東京の真ん中だけです。なんでかっていうと、例えばじゃあ愛知県なんかでもさ、その路地上敷地って畑さ落ちっていうの出るんだけど、はい、他にさ、普通にちゃんとした整形地っていくらでもあるから、もうね、加工のしようがない。価格として売却しにくいから、買っちゃダメ。じゃあそこで買う意味があんまりないっていう。そうなんだよ。東京の都市別よ。それこそ世田谷とかさ、目黒なんかっていうのは全然路地上敷地でも圧倒的なさ需要があるんだよ、うんうん、日当たりが悪くても、うん、関心の人とかさ料理しか帰ってこない。確かにそうです、ね、全然いけんねん。だから東京の一部以外はその雪道の狭い物件は買っちゃいけない。もうね、雪道が多ければ多い方がいい。なるほど。まあその一つのポイントとして、まあ、雪道が狭いところはよくダメ。2つ目、擁壁物件は絶対買っちゃダメです。そうですよね。擁壁物件は保全の義務っていうのはオーナーにあるんだよ。例えば擁壁物件で土地の比率が高いものって不動産が値付けするタイミングでもそれ知ってるから割安に設定されてるんだよ。この擁壁を直すコストっていうのはいわゆる宅地造成業者っていうのがあるんだけど、もしこの見てらっしゃる皆さんが宅地造成業者で、自分でできるんだったら擁壁物件やってもいいけど、いやそんな方いないでしょ。ないでしょ、はい、だからねそれってめちゃくちゃ金かかるから、はい、宅地造成業者ってさ規模がでかい案件をたくさんやってるところには適価で出すんだけど、はい、そもそも一軒の一軒しかないのユーザーにめちゃくちゃ負荷かけてる。なるほど。だけどメンテせざるを得ないから、うん、もう要は逃げられないわけよ。なるほど。地盤って動くからね、はい、絶対日があるから絶対メンテ必要だし、もっと言うと何年かに1回全部やり直さなきゃいけないものなのよ。最初から擁壁物件は手を出してはいけません。3つ目、地方の小売回り物件は買っちゃダメ。
とは言っても YouTube とかでまずはボロ戸建て買えみたいなのあったりするじゃないですか。どうなんですか。いやもうね絶対買っちゃダメですよ、まあ、もう今日の話すべてが結論的なものだ。確かに全部わかりましたもん。事実だからこれ、はい、現在進行形ですよ。 ING でしかも5年前に買ってんだぜ。それで今でも綺麗に整理できてないから、とにかく失敗したらリカバリが大変だから、はい、何も買ってない人が一番優秀です。確かにそうですね。やる前にちゃんと勉強してください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい。今日の話は現在進行形で、今俺と俺の仲間たちが一生懸命それを何とかしよう頑張ってる案件なんですね。だからとにかく地方の氷回り煽られて絶対勝っちゃダメですね。5000万近くお金ぶっ込んでるだけじゃん。だったらちゃんと資産形成セオリーを勉強して、元本毀損しないところに人の金できっちり引いてきっちり資産作った方が賢いっていうのがまとめ。今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損をしないための情報を今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。前さんは、まあ、地方はでも好きですもんね。別に嫌いではないです。全然全然いや本当ね、申し訳ないんだけど旅行で行くには大好きだし。そうですよね。もっと言うとこう日本がさ世界的に見てね、打って出れるもんってやっぱり観光だし、その緑だしさ、そこってすごい資源なのね。この観光資源をいかに有効活用するかっていうのが日本のいわゆる外貨の獲得の鍵だと思っている。ただ不動産は買いません。大変だぞって話。そうですよね。それをさもうね安易に YouTube で確かに言ってる時点で俺ねマジ腹立つもん。確かに結構年収があってさお金持ってる人もさ、そこに手突っ込むわけ。はい、超資産だ。確かにかわいそうにさ救っていければなと思います。そうだね。はい、ありがとうございます。はい。